ラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝3000メートル。三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のサボーナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サボーナ好スタートを切りました。里のブランツ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくサボーナ行きました。続いて前へ行くのは里のグランツ、ソウルオリエンス、どうやら後方からの競馬。では前の方からパクスオートマニカ先手を取りました。少し離れて里のグランツ続いています。緑の帽子リディアンブランス、その後ろ、その外にクアントムシーフ並んで17番、サボーナカスチェーラ、それに続きます。その外からドッキングポイント、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。シーズンリッチ、その前に進出トップナイフ、それに続いています。その隣にマイネルラウレア、この位置にダノントルネード、これに続いてナイトインロンド、すぐ後ろにルレッツァ、内からはソウルオリエンス、並んで10番、クイーンオーディ、ハーツコンチエルト、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外に湘南バシット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。11番、リディアンブランス、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがパクスオートマニカ、サボーナすぐ後ろ、大きく離れましたタスチェーラ、並んで16番、シーズンリッチ。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。先頭は依然としてリディアンブランス、2番手はパクスオートマニカ、サボーナ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はリディアンブランス、パクスオートマニカ続いています。サボーナ続いています。離れてカスチェーラ、その隣からはシーズンリッチ、内からはサトノグランツ、並んでプアントムシーフ、ダノントルネード、その後ろ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はサボーナ、その差は1馬身から2馬身、リディアングラス、手応えは悪くない。サボーナ先頭、その差は2馬身から3馬身、残り 200m を通過して、サボーナ先頭、一気にソウルオリエンス、ソウルオリエンス、2着は微妙です。勝ったのはソウルオリエンス、このレースを制したのはソウルオリエンス。果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のフアントムシーフ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。シーズンリッチ、前に行きそうです。マイネルラウレア、それに続いています。湘南バシット、後方からもう一度先頭からサボーナ、先手を取りました。少し開いてリディアンブランス、内からはダノントルネード、その外からシーズンリッチ、その外にクアントムシーフ、トップナイフ、それに続きます。並んで14番、サトノグランツ、ここにノッキングポイント、パクスオートマニカ、その前に進出。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。これは縦長の展開です。そして大きく離れてタスチェーラ、この位置です。すぐ後ろにナイトインロンド、その隣にルレッツァ、その外にマイネルラウレア、さらにはウィーンオーディ、黒の帽子湘南バシット、その後ろ、この集団にハーツコンチエルト、しんがりからソウルオリエンス、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。6番、サボーナ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れてリディアンブランス続いています。並んで11番、パクスオートマニカ、大きく離れましたフアントムシーフ、並んで1番、ダノントルネード、その横にシーズンリッチ、その外にノッキングポイント、並んで14番、サトノグランツ、トップナイフ、すぐ後ろ、その後ろにルレッツァ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。前はサボーナ、2番手はリディアンブランス、パクスオートマニカ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はサボーナ、離れてリディアンブランス、パクスオートマニカ、その後ろ、離れてクアントムシーフ、その隣からはシーズンリッチ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サボーナ先頭、しかし後続も追い上げる。サボーナ先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わってフアントムシーフ、2番手はサボーナ、フアントムシーフ先頭だ。フアントムシーフ1着、2着にはどうやらルレッツァ、3着にトップナイフ、フアントムシーフ、見事このレースを制しました。
果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のドゥレッツァ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ドゥレッツァ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してドゥレッツァ鼻に立ちます。その後ろからはサフォーナ、この馬も上がっていく構えです。ウィーンオーディ、どうやら後方からの競馬では、前の方からパクスオートマニカ先手を取りました。これに続いてシーズンビッチ、黄色の帽子フアントムシーフ、その後ろ、ここにつけたのがサフォーナ、すぐ後ろにリディアンプラス、タスチェーラ、そのうちに続いています。さらにはドゥレッツァ、その隣にノッキングポイント。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。その外にサトノグランツ並んで、11番ダノントルネード、隣にはポップナイフ、ライトインロンド、すぐ後ろ並んで12番ファイネルラウレア、この位置にウィーンオーディ、すぐ後ろに湘南バシット、並んで4番ソウルオリエンス、しんがりからハーツコンチエルト。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。16番サフォーナ、この集団にパクスオートマニカ、すぐ後ろにクアントムシーフ、少し離れてタスチェーラ続いています。これに続くのがシーズンビッチ、その外からドゥレッツァ、すぐ後ろにノッキングポイント、その外にサトノグランツ、並んで11番ダノントルネード。さあ坂の上りから下りにかかって、先頭は依然としてサフォーナ、2番手はフアントムシーフ、後続も追い上げていきます。さあ先頭はサフォーナ、パクスオートマニカ続いています。その隣からはフアントムシーフ、間が空いてカスジェーラ、シーズンリッチ、その後ろなんでノッキングポイント、その外からはダノントルネード、その外からはウィーンオーディ、なんでライトインロンド。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってフアントムシーフ、前に迫るノッキングポイント、内からサフォーナ、外からダノントルネード、フアントムシーフ先頭、あと 200m、 先頭は依然としてフアントムシーフ、2番手はノッキングポイント、サトノグランツ、サトノグランツ、サトノグランツ、1着2着にはどうやらフアントムシーフ、3着にノッキングポイント、サトノグランツ、見事このレースを制しました。果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のハーツコンチエルト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。サフォーナ前に行きそうです。リディアンブラス、それに続いています。さらにはパクスオートマニカ、13番フアントムシーフ、その後ろ先手を取ったのはサフォーナ、内からはダノントルネード、その隣にノッキングポイント、サトノグランツ、すぐ後ろ並んで12番シーズンリッチ、すぐ隣にタスチェーラ、その外からトップナイフ、ドゥレッツァ、そのうちに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。これは縦長の展開です。オレンジの帽子ライトインロンド、その後ろこの位置にファイネルラウレア、並んで17番ハーツコンチエルト、これに続いてウィーンオーディ、並んで8番ソウルオリエンス、しんがりから湘南バシット。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番パクスオートマニカ、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ後ろにサフォーナ、並んで15番リディアンプラス、大きく離れましたダノントルネード、その外にトップナイフ、並んで10番タスチェーラ、ここにフアントムシーフ、すぐ後ろにノッキングポイント、その外にシーズンリッチ、並んで6番サトノグランツ。勝負どころ 3,4 コーナー中間、前はパクスオートマニカ、ここで先頭が入れ替わりました。サフォーナ、パクスオートマニカ2番手に控えました。リディアンプラス3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサフォーナ、並んでパクスオートマニカ、リディアンプラス続いています。離れてダノントルネード、その外からはポップナイフ、その隣からはタスチェーラ、並んでプアントムシーフ、その外からはシーズンビッチ。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはリディアングラス、前に迫るサーブアオナ、タスチェーラ上がってきた、ここからが勝負だ。サーブアオナ先頭、残り 200m を通過して先頭は変わってタスチェーラ、2番手はハーツコンチエルト、タスチェーラ、これは体勢決したか。完璧です、圧倒的な強さを見せました。2着はノッキングポイント、3着にハーツコンチエルト、タスチェーラ、見事このレースを制しました。
果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のフアントムシーフ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。リリアンブラス前に行きそうです。パクスオートマニカそれに続いています。さらにはサフォーナ、10番タスチェーラ、その後ろリリアンブラス先手を取りました。少し開いてダノントルネード、シーズンビッチ、すぐ後ろその外にプアントムシーフ、その後ろにノッキングポイント、内からはトップナイフ、すぐ後ろにサトノグランツ、その後ろにナイトインロンド。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ソウルオリエンス、その前に進出、並んで13番ファイネルラウレア、すぐ後ろにドゥレッツァ、その隣にハーツコンチエルト、すぐ後ろにウィーンオーディ、最後方に湘南バシット。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。さて先頭を見てみましょう。3番リリアンブラス依然として先頭。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ後ろにパクスオートマニカ、青の帽子サフォーナ、その後ろ大きく離れましたノッキングポイント、並んで17番フアントムシーフ、この位置にダノントルネード、シーズンビッチ、それに続きます。その外からファイネルラウレア、サトノグランツ、そのうちに続いています。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、前はリリアンブラス、サフォーナ、ほとんど差がありません。パクスオートマニカ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はリリアンブラス、並んでパクスオートマニカ、その隣からはサフォーナ、離れてノッキングポイント、フアントムシーフ、続いています。ダノントルネード、その後ろ、その外からはシーズンビッチ、ソウルオリエンス、続いています。タスチェーラ、その後ろ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。リビアングラス先頭、後続も横いっぱいに広がっている。ドゥレッツァ食らいつく、ここで先頭はドゥレッツァ、リードは1馬身から2馬身、200を切った。ドゥレッツァ意地を見せる、あと100。タスチェーラ迫る、ドゥレッツァ粘る、ドゥレッツァ、ドゥレッツァ1着、2着はタスチェーラ、3着にノッキングポイント、勝ったのはドゥレッツァ、このレースを制したのはドゥレッツァ。